おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のどりです。と今回はですね、2つのマルチエディターを前回やったんですけども、それをさらに見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速画面を切り替えて、どんどんいきましょう。レッツコードエディターのメイクコードエディターのこの中に新しいのがありますねっていうので、このマルチエディターをやりました。で、これで、インストラクションというから何か説明あるのかなと思ったらこれだけなんですよね。こうやって2つ開けれるようになって、今日やりたいのはこのマルチダイス、スタートチュートリアル。で、マルチダイスなので、これをやりましょうということで、1つ目のプログラムを作ればいいんだと思うんです。と、こうやって作って、で、英語なんですけど、とダイスプログラムを作りましょう。About details, try the dice。これを見て、こんな風にしましょうっていうことなんですよね。振れば、ナンバーを表示1から6まで出しましょうということで、揺さぶる、シェイクですよね。で、数字を表示して、1から6にしましょうということで、1から6、昨日もサイコロやったので、このあたりは似てますね。で、数字を出しますと。で、We need to store the result of the dice card variable。私と一緒ですよね。変数作らないとダメですよねっていうような話が書いてあって、変数に入れましょう。なんか昨日私がやった流れそのまま ですね 変数名何でしたっけ？揃えときましょう。変数名はダイスですね。はい、ダイス。昨日のがちょっと予習っぽくなってますかね。ダイスにして、ここに入れておいて、で、ダイスを表示しましょうということですかね。これでできました。で、次は、センドナンバーでダイスを送りましょうということで、無線でセンドナンバー。なんか昨日とほぼほぼ同じプログラムになってますね。センドナンバーです。これを入れただけですね。はい。で、on receive number なので、今度は受信のプログラムを組んでいきましょうということで、受信のプログラムを、これでナンバーを受信したときということで、これ出てこなかったら消したいですよね、この onStart と forever は。ちょっと狭いので。マルチエディターでやる必要なかったのかもしれませんが、後で使いたいので、これでやってます。で、これを作って、で、It is you lost display で、なんか勝ち負けを表示しようということで、ダイスがレシーブナンバーより大きければということで、これ兼ねてるんですかね。とにかく言われるように組んでみましょう。なんかちょっと違和感がありますが、これで、大きければですね。大きければ、こっち向きですよね。イコールは入ってるんですね。イコールは入ってます。イコールが入ってて、大きければで、変数のダイスで、送られてきたやつ、これですね。で、顔を出しましょう。この顔ですよね。これでじゃんけんになってるんですか？お互い振るんですかね？お互い振ると、お互いのサイコロを送り合いっこして、で、自分の数字より相手の数字、これ届いたやつですから、大きければ、このマークになりますよと。これで合ってますよね。で、トライシェイクをしましょうと
ということで、ここまで来たら、これで、保存したいんですけどね。これで一旦戻ります。戻ると、クリアの、これが入るので、フィニッシュするとこうなると。これいらなかったので捨てましょう。で、こいつリロードしたらどうなりますかね。マルチってなってますね。リロードすると、ここへ戻っちゃうんですね。これと、これをして、オルデリオープン。同じものは開けれないんですかね。シェイク。4。あれ？こっちでもこの顔になってますね。シェイク。4。シェイク3。どういう動きをしてるんだ？押すと送って、同時に振らないといけない。だこっちが5が出て、こっちが6だから、こっちから送られてこないから、そうですね、同時に振らないといけないっていう風になってます。ということは、標準のメイクコードエディターでやると両方振るんでしたっけ。標準だとこれで上と下が出てきて、こっちでも同時のシミュレーションが、こっちが送りっぱなしでこっちは受信しっぱなしなので、そうですね、同時に振らないといけないみたいで、これ実物に書き込んでやってみないといけないっていうことですかね。はい、実物に書き込んでやってみますか。はい、じゃあちょっと動画を止めて2台用意します。はい、2台に書き込んでやってみました。で、しかしなんかうまく動かなかったので若干改良しています。まずスタートにグループを設定したことと、それからこの音ですね、受信した時に音が鳴るようにしています。で、こっち側がバージョン2で、こっちはバージョン1なので、音が鳴りませんが、このような構成にしてやりました。で、両方すると引き分けは両方ともが困ったグンマークになるんですかね。ちょうど音を入れたのでワンテンポずれるので、と動作が出るというふうになっています。はい、少し大きな画面でやってみましょう。ズルができてですね、こっち6のままこっち振り続けると、お互い振らないといけないですね。よく両方振らないと判定しないと。こっちだけだとずっと受信はしてるんですね、音はするんですけど、両方振らないとうまく動かないというふうになってます。ちょうどここの、ダイスの部分ですよね。この変数がなんか共有されていて、振った時に決まって、でそれと比べるっていうふうになってるんで、同時にみんなでシェイクしましょうというふうになっているんだと思います。はい、今日はマルチダイスというのをやってみました。はい、今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットやイチゴジャムの動画を公開しています。よかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。